ハイドによる桜革命に関するリークは、信憑性が低く、あまり信用できません。その理由を詳しく解説します。まず、流れを簡単に説明します。桜革命とは、お金をかけて開発したのに、爆死してサービス終了してしまった、悲しいソシャゲです。開発、運営元は FGO で有名なディライトワークスです。そして中井戸とは、いい加減なエアプレビュー動画を量産している、迷惑系 YouTuber です。中井戸については、ヤバい YouTuber を紹介、中井戸、という動画で詳しく解説しています。で、その中井戸のもとに、ディライトワークスの社員を名乗る人物から、桜革命に関するリーク、が届きました。内容はディライトワークスへの批判や、同社に馬場秀夫が在籍している、というものでした。何やら内部告発のような流れですが、まず最初の時点で、疑問に思ったことがあります。内部告発というと、一般的には、企業の違法行為を、マスコミや行政機関に暴露すること、という印象があります。しかし、中井戸の元に届いたリークには、ディライトワークスが違法行為を行っている、という情報は一切なく、同社への批判や不満がメインでした。また、リークをする場合、一般的にはマスコミや行政機関にリークするのが普通です。なぜよりにもよって、嘘とデマまみれの、中井戸をリーク先に選んだのでしょうか。正直、この時点でリーク者の支援を感じますし、うさんくさいと思いました。で、中井戸が桜革命を動画のネタにした後、ビジネスジャーナル、というニュースサイトが、中井戸の動画をパクって記事を書いたことが判明し、謝罪しています。それがきっかけで両者はつながりができたらしく、その後、中井戸とビジネスジャーナルは協力関係にあります。ビジネスジャーナルの実態は、かなりヤバいサイトです。簡単に言うと、中井戸のニュースサイト版、みたいなものです。詳細は後述します。ビジネスジャーナルと聞くと、なんかすごいまともなニュースサイトに思えます。しかし、それは名前のイメージから来る印象に過ぎません。ビジネスジャーナルは悪名高いサイゾーが運営するサイトで、その実態はデマと変更まみれの、極めて質が低い記事で溢れています。中にはいい記事も少しありますが、全体的に低品質です。中井戸と手を組むに、ふさわしいニュースサイトと言えます。で、桜革命の件について、そのサイゾーが実際に足を使って取材したようです。その記事を引用します。当編集部はまず、ディライトワークスの本社タワーに出入りしている関係者に馬場氏の写真を渡し確認した。その結果複数人から、見たことがある、DW の人ですなどの証言を得た。その上で桜革命と関係のあるかどうかは関連会社幹部は次のように語った。絶対にマスコミやネット上で漏らしてはいけないことになっているようですが、馬場氏は DW に出入りしています中略。一方、セガサミ HD 幹部は次のように語る。馬場さんは自分の存在によりコンテンツを、アンチの批判で破綻させないために、絶対に表に出ない方がいいと言っているらしい。テイルズの件があったけれど、プロデューサーとしては腕を買っていると説明を受けています。別の関係者から提供された DW 社内の組織図、いつの時点のものかは不明には、桜革命のエグゼクティブプロデューサー兼、エンターテイメント事業本部長として馬場氏の名前があった。記事の中に、関係者という記述がある時点で、その記事は9割方嘘です。取材元を取得することができる、というメディアの権利を悪用した、エア取材である場合がほとんどです。このやり方だと取材せずに妄想で記事が書けます。週刊誌やスポーツ新聞などの、三流メディアがよくやる手法です。サイゾーは他の記事でも、架空の関係者を記事に登場させまくっています。そしていろいろ突っ込みどころの多い記事です。アポなしで現れた、変な記者に会社の内情を聞かれて、そう簡単に教えるでしょうか？私だったら絶対に教えないです。皆さんはどうでしょうか？絶対に教えてはいけない、と言われているのに、素性もわからない記者に、簡単にペラペラ喋りますかね？普通はちょっと考えにくいです。中井戸孫氏は、この記事に登場する、謎の関係者について、この人は実在する人物で、名前も知っているし、録音データもあるので、嘘だと思うなら裁判してもらっても構わないと語っています。確かにこう言われると、信憑性があるんじゃないかなと思えてきます。ただ、ここで思い出してほしいんですが、中井戸孫氏は普段からデマを垂れ流している、嘘つきおじさんです。口先だけで生きてきた男の言うことなので、いまいち 100% 信用できないんですよね。実際本当かもしれないんですが、結局、口先だけの証拠なら何とでも言えるんですよ。その口先だけの証拠がメインで、現時点でリークの根拠となる公開情報は、桜革命のイベントのスケジュールくらいです。それも半分くらい間違っています。中井戸は証拠として他にも、十数枚の画像の提供を受けていますが、視聴者に見せないので、真偽を確かめようがありません。もちろんリークが本物で、馬場秀夫が本当にディライトワークスに在籍している可能性もあるのですが、表に出ている証拠が、半分外れのイベントスケジュールくらいしかない以上、その信憑性はかなり怪しいと言わざるを得ません。現時点でリークが本物だと思い込んで拡散するのは、危険なのでやめた方がいいです。中井戸が桜革命のイベントスケジュールを予言していたので、当たっているかどうか検証してみました。読みたい人は一時停止してください。イベントスケジュールのうち、半分は外れです。これでは、何とも決め手にかけます。最近はゲームの解析情報で、実装前の情報を拡散する行為がよく見られます。ロマサガ RS では、実装前のキャラの捨てが出回っていますし、
ディライトワークスは解析情報を流布する行為について、公式ツイッターで警告をしています。これらのことを考慮すると、そもそもイベントのスケジュールが当たっていても、解析などで判明した情報である可能性もあるため、リークが本当とも言い切れないです。さて、ビジネスジャーナルと、その運営元の再造は本当に悪質なので、そこにも触れておきます。再造が以前、神田うの、国民の不安をよそにスキーマン吉の無神経さに、批判殺到、という記事を掲載しました。しかし彼女のインスタには批判コメントがほとんどなく、100件あるインスタのコメントのうち、せいぜい1、2件くらいしか批判はありませんでした。このように、再造はあからさまなデマと捏造を垂れ流して、PV を稼いでいます。手違いでデマを流したのではなく、PV 稼ぎのために、意図的にデマを流しているところがポイントで、極めて悪質です。また再造について、金爆のメンバーが、このように苦言を呈しています。これ完璧 100% デマです。もっと言えば再造さんが以前出した、キリュウインさんのニュースもデマです。そして、NHK 特集、貧困の子がネット上に高額購入品、札束の写真をアップ、というビジネスジャーナルの記事でも、捏造があります。女子高生の部屋にはエアコンがないのですが、実はエアコンらしきものが映っていた、と記事にはデマが書かれています。また、NHK 取材した際の回答を記事で紹介しているのですが、その回答が全くの捏造であることが判明しました。NHK の架空の回答を、記事に載せるという、完全な捏造で、かなり悪質です。ビジネスジャーナルは、外部の契約記者が執筆した、と熱い責任転嫁をしていますが、記事には当初、文編集部、とはっきり書かれていました。言い訳もガバガバじゃないか。まだあります。再造は、ビジネスジャーナルで韓国を叩く一方で、同じ再造グループが運営するリテラでは、韓国を擁護する記事を書いています。両方、再造が運営するニュースサイトです。韓国を叩きたいのか、擁護したいのか、どっちなんだよ。再造は、驚くべき二枚舌野郎です。女性の4分の1が売春婦って、普通に考えてありえないですよね。とりあえず PV を稼げそうなタイトルをつけて、中身はスカスカの記事を量産するスタイルのようです。特にリテラは政治系の記事が多いのに、ライターの質が低くて割と内容がガバガバなので、騙されないように気をつけてください。まあ、まともなニュースサイトなら、YouTuber の動画を丸パクリして、記事を書いたりはしないです。チェック体制もガバガバなんでしょう。ビジネスジャーナルは、中井戸の記事をパクった件について、イエロージャーナリズムがどうこうといった、意味不明な言い訳をしています。イエロージャーナリズムとは、事実の報道よりも、戦場的で刺激的な、週刊誌的な報道の仕方を優先する、ジャーナリズムのことです。すごく雑に言うと、昔、このイエロージャーナリズムの精神で、新聞社が金のために、でっち上げの記事を書きまくっていたら、民衆がそれに煽られて戦争に突入してしまったという、忌まわしき黒歴史があります。当時の新聞社はイエロージャーナリズムに乗って、無責任なデタラメ記事を書きまくることで発行部数をたった1500部から160万部まで伸ばしたのです。金のためなら戦争を引き起こすことも厭わないという、まさに人間のクズの所業です。この経緯を知っていれば、言い訳にイエロージャーナリズムという言葉を使うことは絶対にしないはずなのですが、再造の運営サイト一覧がこちらです。十分注意してください。それでは、話を戻します。中井戸は社員数と、従業員数の区別がついていないようです。一般的には、社員数は正社員の数です。従業員数は、正社員を含む、契約社員、アルバイト、フリーランス、外注等を含む、すべての従業員の数です。中井戸孫氏は、ディライトワークスの社員が100人減っているから、FGO に割くリソースがない説、を提唱していましたが、減っているのは社員数ではなく、従業員数です。中井戸、社会悪説がまた補強されましたね。他にも中井戸孫氏は、桜革命の30億の見積もり書の予想を、動画で紹介しています。しかし30億というのは、国府が初出のデマであり、合計30億になるように、無理やり計算を合わせただけのガバガバな見積もり書です。特に最後に10億余ったから、宣伝費を10億に設定するという力技は笑えます。桜革命の広告を一回も見たことがないんですけど、本当に10億も使ってるんでしょうか？あと、元カプコンの小野義則が、ディライトワークスの社長に電撃就任した件について、中井戸は一切知りませんでした。本当に社員からリークを受けているなら、知っていてもおかしくないのですが、ディライトワークスの社内情報についても、しきりに動画で語っていますが、中には内容がかなりふわっとしている話も混じっていて、会社の評判の口コミサイトから引用している可能性もあります。あくまで可能性の話です。ここまで言っておいてなんですが、リーク社が本当にディライトワークスの社員で、ババヒデオが同社に在籍している可能性ももちろんあります。まあリーク情報が全部本当だったとして、だからなんなの？って感じなんですが、結局のところ、リーク情報自体の信憑性に欠けますし、今の情報だけでは、リーク者が加害者なのか、被害者なのかもよくわかりません。中井戸はリークされた側として、情報の出し方を間違えた感があり、そのせいで事態の混乱を招いています。中井戸は配信で桜革命のリークの件について聞かれると、逆切れしているので、あまり触れられたくないようです。リークの件については、なんかもやっとしたままうやむやになっているので、中井戸孫氏には、大人として何かしらの形で、蹴りはつけてほしいところです。
局仲井戸って、何がしたかったの？と思っている人もいるかもしれません。本質的には、このリーク騒動は、仲井戸がいつもやっている、エアプレビューと全く一緒です。情報の正確さは二の次で、とりあえず動画を見てもらって、お金を稼げれば OK というスタンスです。仲井戸孫氏は、信念を持ってリークしたわけでも何でもなく、ただお金になりそうだから動画にしただけだと思います。仲井戸と斎藤の夢のコラボは、マジで草生えるから、今後も何か一緒にやってもらいたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。